桜姫カデ月下降臨その2。青葉様、寝間のご用意にと伺いに参ったら姫様のお姿がどこにも見当たりません。朝霧もおりません。こんなに神王様が嫌いなのか。いいえ、青葉様、これを。これは神王様よりのお文です。これ全部嘘だろ。こんな山の中、文を交わす貴族の友人など姫様にはおりません。一つも捨ててはいけないと固いお言いつけで。私が申すのは無駄すぎますが、姫様は幼い頃に兄上を亡くされ、友もなく、こんな大きな屋敷に一人でお住まいとのこともあり、素性を癒しいなどと里の者に噂されてきました。神王様よりのお文をいつも心待ちになさっていたのです。こんな代筆や歌集の引用ばかりの適当な文を。それは姫様もよくご存知でしたわ。嘆かれて置かれては読み、置かれたかと思えばまた開き、何度も何度も。私はオーレ神王様なんて大嫌いよ。桜姫、1時間後。うえー、ここどこ。桜姫様、少しお休みになってくださいまし。おほほほほ、ここはきっと森の中ね。桜姫様、あんまりお休みにならないでくださいまし。明るい。え、今日ってもしかして。満月の夜は空を見てはいけないよ。見つけた、かぐや姫。何？もののけ？違う、人食い。姫、無事か？コミック桜姫花伝第2回いかがだったでしょうか。桜役の榎本敦子です。青葉役の岸尾大輔です。大海役の矢沢清美です。ゲストさん、ゲストと呼んでる。この空間にゲストが、はい、来ちゃいました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。岸尾、はい、さんのこれにかかってるんで。これはこれお金やらしいな。イメージイメージイメージ。腕にかかってる。そういう方向性でよろしいですか。はい、はい、ジャケット素敵ですよ。はそんなどっかの紙袋みたいなのとか言わない。バーに出す。ほらピー入れなきゃいけなくなっちゃう。岸尾さんはやっぱこの現場の中では一番こう、一番こう、まあ、京田さんはいらっしゃいますか。お金ですか。違う。お金じゃないよ。お金じゃないですよ。お金じゃない。いろんな意味でこう。いろんなどういう意味だよ。いろんなっていろいろあるよ。いろいろな意味もね。はい。まあまあ京田さんがね、一番のもちろん、はい、そうですよね。ですけど、はい、そうですね。京田さん間をかなり空けて、まだ若手ですけどね。全然若手ですよ。そんなこと言ったらみんな超若手ですよ。まあペーペーですね。ペー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 。本当新人ですよね。すいません。海はいかがでしたか、演じてみて。あ、もう普段こんな若い女の子はやらせていただかないので。おー、若かったんだ。若いですよね。知ってますけど、はい、最初に女房って言った時にも桜姫みたいなのかと思ったらちょっと若かったんでちょっとうろたえます。確かに珍しいよね、うん、珍しいですよね、すいません。そんなでも淡い海と書いて、はい、淡海じゃないんだよ。大海、大海ねえ、はい、作品の方ではですね、はい、なんか陽子っていうね、ね、魔物的なものが出てきて、
青葉がバチンって来たところですけど、かっこよかったですね、はい、かっこよかったですね。バチンどうしたこの先輩のかっこよさ。いや素敵です伝わらないから、そういう動作をしてもね。あ、そうですね、フリートークだから見えませんでしたね。見えないからね、すいません、うん、素敵です。伝わらないから、うん、何回も言うけどね、すいません、うん、なんかこの流れすごくいいですねいいですか、3回目4回目がすごい楽しみになってます。そうですね、うん、まあ、3回目はね、3回目は大丈夫です、割とね、はい、新人じゃない人が来ますから新人じゃない人が来ますから、ね、大丈夫ですからね、はい、ね、まあ、矢沢ちゃんは新人だったっていうオチで、はい、すいません、オチじゃねえよ、オチじゃねえよ自分で言ったのに、うん、でも長ゼリあったよね、はい、一番の長ゼリだったっけ、一番長ゼリだったじゃないでしょうか、ね、急に長かったですね、急に長かったね、なんだ不満か、お不満かちょっとない、ちょっとない、おーこーならないですはい、潰さないでください、はい、よかったね、若い役できてね、はい、ありがとうございました、はい、伝わらないからさはい、そんなわけでいいですかはい、いいと思いま す, まます3回繰り返したんでわかりました、それでは次回もお楽しみに